皆さんこんにちは、プラハでピボです。私本日はまたイーグルスパークに来ております。イーグルスパークスタジアムですね。今日はこちらで、イーグルスプラハとドラツィブルノの試合が行われます。エキストラリーガープレーオフで上位6チームが戦いましたが、その中から4位までがですねセミファイナルに出場しました。プレーオフで1位だったドラツィブルノと4位だった、イーグルスプラハが準決勝で戦っています。片方の準決勝はですねテンポプラハと、あとはフロシーブルノっていうね、結局ブルノのチームとプラハのチーム2チームずつでセミファイナルを戦っています。そして今日は第4戦目になるんです。5試合しまして3勝した方が勝ちということで、今イーグルスプラハが1勝2敗、片やプラハの方に遠征してきたドラツィブルノは2勝1敗と、今日が結構ね山場なんですよね。今日ブルノが勝てば決勝進出になりますし、その決勝進出を阻むようにイーグルスプラハですね、今日勝たないといけません。試合前の選手入場です。ブルノの選手スターティングメンバー紹介されてます。7時からの試合開始で、もう今7回の表裏ですね、照明も灯りました。7回の裏イーグルスの攻撃でいろいろとミスなどもあって3対0でドラツィブルノが今勝ってます。おお、デッドボール。今日は不安もね多いですよ。ここで追いついておきたいですね。今回はボールボーイ少年が頑張ってます。古座くん、8回の表です。ドラツィブルノの攻撃、8
回の裏です。ワンアウト、おピッチャーの池が止まりませんね。すごいですねピッチャー、球速衰えず。9回の裏4対0、打順は1番からオクタビオ。9回の裏ツーアウト、ストライクだね。不安も熱くなってます。結局ですね、ブルノが4対1で勝ち、もう最終戦を待たずファイナルに進みました。テンポとフロシーブルノは3対3だったようなので、また明日ですね、そして勝った方がドラチーブルノとエキストラリーガチャンピオンに向けて戦うということです。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。